マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤すみかです。あなたはダイエットのために運動を頑張っているけれども、なかなか体重落ちないなーなんてことないですか？そこでこの動画では、運動の前に飲むと痩せる飲み物がわかるんです。もしあなたが運動のダイエット効果をさらに上げたいな、そして一日も早く痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。運動前に飲むと綺麗痩せする飲み物3選についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ運動前に飲むと痩せるんでしょうか。2つ目、おすすめの飲み物3選についてお話します。では1つ目の項目です。なぜ運動をする前に飲むと痩せることができるんでしょうかということで、その痩せるポイント2つあります。1つ目、この飲み物が腸内環境を整える効果があるからなんですね。結局根本的な痩せ体質へと生まれ変わっていないと、たとえ運動を頑張ったとしてもなかなか効果が出ないのは当たり前です。ですから運動ももちろん大事だけれども、せっかく運動されるなら根本的な体質改善が必要なわけです。そこでこの飲み物を飲まれますと、腸内環境が整って根本的な痩せ体質、結局痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしていく効果があるということなんですね。ここをしっかりと抑えることができるから痩せるということなんです。そして2つ目のポイントはこちら。この飲み物を飲むと代謝を上げることができます。せっかくね、運動しているのにもかかわらず代謝がやっぱり落ちたままでは、なかなかそれはね、痩せることはできませんよね。そこであなたの落ちた代謝を底上げしてくれる、そういった効果があるものをしっかりと運動前に飲んでいくことで、あなたの運動によるダイエット効果を上げることができますよということです。では2つ目の項目です。運動をする前に飲むと痩せる効果があるおすすめの飲み物3選ということで、3つご紹介していきますね。でまず今からお伝えするその飲み物の1つ目と2つ目の共通点があります。それはこれ、カフェイン効果を利用するなんですよね。例えばですね、カフェインというのは、いい部分と良くない部分とあるんですけれども、今回は運動する前に飲むとという観点からお伝えしていきますね。で腸活の観点から言いますと、カフェインの飲みすぎは良くないので、ここはきちんと理解した上で聞いてくださいね。でこのカフェイン効果というのは、脂肪を分解する酵素を活性化するいい部分もあるわけです。でそのことで結局体脂肪の分解、代謝促進ということで、簡単に言うとカフェインを運動前に取られますと脂肪が燃えやすくなりますよ、そういう状態を作ってから運動することができるから、その結果ダイエット効果を上げることができるんですよということです。でこのね、動画の最後にこのカフェイン飲料の飲み方注意点もちゃんとお伝えしますから、ぜひ最後まで聞いてくださいね。はい、ということでそのカフェイン効果を踏まえた上でおすすめの飲み物1つ目はこちら、緑茶になります。でこの緑茶効果いいんですよね。やはりコーヒーに比べたらカフェインのね、その量は少なめなので、取りすぎ防止にもなりますし、そもそもね、私たち日本人にとって緑茶って本当美味しいですよね。私も大好きです。でこの緑茶を運動する前に飲まれますと脂肪燃焼効果ももちろん出ますし、代謝もアップ。なぜかというとね、ポリフェノールも含まれているからなんです。そして血糖値の急上昇も抑えてくれますし、カフェインの量もね、あまり、たとえね運動前飲んで痩せるからといえども、飲みすぎはダメですね。ですからそういった観点からも、やはり緑茶は適量カフェインが取れますから、おすすめのドリンクということになります。ではここからおすすめの飲み物2つ目はこちらです。紅茶になります。でこの紅茶もね、血糖値の急上昇、要するに血糖値が急上する時に脂肪が一番溜めるので、溜まってしまうからね、そこをぐっと下げましょうねということ。でプラスね、脂肪の吸収も抑えてくれますし、緑茶と比べて紅茶の方がお体を温める効果が高いんですよね。なので緑茶はですね、ちょっと飲みすぎてしまいますとお体がね、冷えます。ここね、案外知らない方、そうなんですかって方多いんですけれども、やっぱりね、
お体を温めることで代謝ってもっと上がりますから、体の温め効果を狙ったダイエットということであれば、やっぱり緑茶よりも紅茶がおすすめになるんですね。ではここから最後の飲み物をご紹介する前に、その飲み物が持つダイエット効果についてお伝えしていきたいと思います。ここが腑に落ちれば、あ、なるほどねって、だから飲むのねってこう分かるとね、より続けやすいと思いますので押さえていきましょう。タンパク質効果を使います。先ほどはねカフェインでしたが、今回はタンパク質です。空腹状態のまま運動を始めてしまっている方っていませんか？痩せようと思って食べないまま頑張って運動、それはね逆効果になります。なぜかというと、お腹ペコペコの状態で頑張って運動してしまいますと、今持ってる筋肉がねどんどん分解されてしまって、筋肉量が落ちちゃうんですよね。そうすると代謝が落ちますから痩せませんよね。ということで、適量運動前にタンパク質を補ってから運動をスタートするっていう、その状態を作るっていうのがとってもとってもね大事になるわけです。でよくここで、じゃあねプロテイン飲めばいいのかっていう方も多いとは思うんですが、そのプロテインもね、太るプロテインと痩せるプロテインってありますから、往々にして巷のねよく手に入りやすい甘い味付けのもの、あいた添加物がたっぷりのプロテインっていうのは逆に太りますから気をつけましょう。ですから私はわざわざプロテインを買わなくても、こういったタンパク質をしっかり取れる飲み物を今からお伝えしますから、ご安心ください。ということで、結局運動するね前にちゃんと事前にこのタンパク質をしっかりと補っておくことで、筋肉量を落とさずにしっかりとダイエット効果を上げるということができるわけです。では以上のお話を踏まえて、おすすめの飲み物はこちらです。豆乳。ここも注意です。無調整豆乳のことです。ここもね、添加物たっぷり味がついた調整豆乳はダメですよ。太っちゃいますから、必ず無添加の、できれば国産大豆 100% で有機栽培のもの、オーガニックの豆乳なんかがめちゃくちゃおすすめになります。で豆乳というのはですね、もちろん植物性のタンパク質がしっかり取れますから、運動周りそのタンパク質をしっかりと補っておきましょうねというのが大前提でしたね。その他にも腸内環境が整ったり、血糖値の急上昇を抑えてくれたり、また脂肪の蓄積も抑えてくれたり、なんといってもこの豆乳自体がねコレステロールゼロということですよね。安心です。でまた食物繊維も取れますから、ここでね例えば運動後ってお腹空いてしまって、あ、なんかせっかく運動したのに食べてるじゃないってね思うことないですか？まあそりゃそうですよ。カロリー使って運動したらお腹空きますよね。でそこで食べちゃうと、もう運動したことがなかったことになってしまうわけです。そうならないためにも、やっぱり暴走する食欲を事前に抑えておくことってすごく大事なんです。その時に大活躍するのがやっぱ無調整豆乳なんですよね。豆乳は食物繊維も入っているので、食欲をね抑えてくれる効果がねあります。でしかもタンパク質っていうのはしっかり摂るとね食欲がね落ち着くんですよ。逆に言うと、タンパク質が不足したままの方っていうのは食欲がいつまでたってもねこう収まらないですよね。だからそういった力も味方につけていきましょう。そしてイソフラボンも入ってますから、私たち女性にとって嬉しいですね。女性ホルモンと似た働きをしてくれる効果も得ることができる、イコールさらに脂肪燃焼効果であったり、悪玉コレステロール値を抑えてくれたり、代謝を上げてくれたり、こういったね要素がイソフラボンを取ることでまた得ることができますが、ぜひね無調整豆乳を運動前に飲んでいきましょう。ではここから最後にとても大切なことをお伝えして終わっていきますね。今ご紹介した運動前に飲むと痩せる飲み物3つありましたね。その飲み物の飲み方、さらに痩せ効果を上げるための注意点をお伝えしていきます。まずですね、いずれの飲み物も運動のどんなに遅くても30分から余裕を持って1時間前までには飲み終わっていましょう。ここすごくポイントなんですよね。そして運動はやっぱりウォーキングなどの有酸素運動が丸です。無酸素運動、この逆のねもう激しい筋トレとかは、その体内にこうゆっくり酸素を補う暇がない運動なので、腸活という観点においてはねやっぱりちょっと違う運動になってくるんです。もちろんダメじゃないですよ。
ただ腸がこうリラックスしてくれることが大前提なわけですよ。そうするとね、やっぱり有酸素運動でゆったりした運動の方が腸もリラックスして、あなたのまあ交感神経といってね、その自律神経の一つなんですけども、交感神経が常にこう優位になっている方ってやっぱなかなか痩せないから、逆にねリラックスする、副交感神経を優位にする運動がやっぱり有酸素運動の方になりますから、ぜひまずはゆったりとしてふーってね、こうリラックスした状態でできるこのウォーキングをしてください。でそのウォーキングをする遅くても30分、できれば1時間前までには先ほどの緑茶、紅茶、無調整豆乳を飲んでからスタートしてくださいねっていうことで、ここが最後ポイント。今お伝えした飲み物は冷たいまま飲まないでください。太ってしまいます。なのでね、痩せたければやはりねホットです。ホットドリンクで飲まれますと腸が温まって、まあ、結果内臓が温まれば基礎代謝、そしてまあ基礎体温が上がりますので、ぜひホットで飲んでくださいね。で飲む量はやっぱりコップ1杯 200ml 程度がベストです。もうあまりにもねガボガボ飲んでタプタプのままだと運動ができなくなりますし、そもそもカフェインの取りすぎ、タンパク質の取りすぎ、何でも取りすぎはよくありませんから、ぜひ量も守ってタイミングと量と飲み方ですね、これをベースに今すぐ取り組んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、痩せるためには運動も大事ですよね。でもせっかくその運動ダイエット効果を高めるためには、運動の前に今お伝えした3つの飲み物を飲まれますと、さらにダイエット効果を上げることができるので、あなたのペースで進んでみてくださいねというお話でした。さあこのお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。